今朝、富士宮市人穴の牧場にクマが出没し、飼育していたウコッケイ15羽が被害に遭いました。クマを目撃した男性が語ったことは。今回被害に遭った富士宮市人穴で酪農を営む二藤光春さん。今朝7時半ごろ、警察官と2人で様子を見に行くと、で駐車場が覗いたらバーンって扉開けて出てきたって感じ。犬とちょっと格闘するような感じで、そこを登ってここを登ってこっち来たと。僕はもうその辺から向こうへ回ってみる。熊とまさかの遭遇。鳥小屋を覗くと飼育していたウコッケイ15羽が被害に。二藤さんは恐怖を覚えたといいます。まあ、体長1メートル以上はあったような気がするんですけどね、まあ、怖いですよ。命なるような感じ。この牧場では2日前にも20羽のウコッケイが熊に食べられ、これで飼育していた35羽すべてが被害に遭ったということです。今回の事態を受け、午後には地元猟友会や市の職員が罠や防犯カメラを設置。地元猟友会によりますと、冬眠前に食料を探していた可能性が高いといいます。多分お腹いっぱいにして、そして、冬眠に入るというようなことで、そんなあれでだいぶこう餌というものに対してね、執着心が強いじゃないかなと思いますけど、山へまた行って、話すような格好になると思いますけど、入ってくれることは祈ります。警察や市では熊を目撃した場合は絶対に近づいたり威嚇したりしないように注意を呼びかけています。